皆さん、おはようございます。ペリオディス、タオザマです。やってきました、マドリーアルマドリーアルマドリールーニン素晴らしかったですね。本当に120分 PK 戦の激闘しと、またチャンピオンズリーグに新たな1ページが刻まれました。素晴らしいゲームでした。改めまして、えー、現地4月の17日水曜日、ナイトゲームで行われました、ウェハチャンピオンズリーグ準々決勝のセカンドリーグ、マンチェスターシティとレアルマドリーの一戦、パルディダスの歴史に残る名勝負についてお話ししたいと思います。 結果は1対1、延長からの PK 戦。その PK 戦を見事、マドリーのリニンが、えー、日本ベルナウド・シューバーとコバチッチのシュートをストップしまして、3対4、レアル・マドリーが勝利をしまして、ベスト4進出を決めましたバモ 当然ながら我が家も、えー、今朝は相当に盛り上がりました。えー、マドリディスタの長男くんは、えー、4時からしっかりとキックオフから、えー、試合をフルバッチで見ていきましたので、えー、小学校大丈夫かなと、えー、眠くならないかなと心配しておりますけれども、まあ、当んに、今も朝から子供たちと、まあ、特に PK 戦、最後の PK 戦、これ見てください。子供たちも大喜びということで。よっしゃー さすがに寝ていた奥さんに起きてきたからうるさかったと、えー、若干叱られましたが、まあ、それぐらい興奮した小沢家の早朝でありました。 さて、試合の上ですけれども、マドリーが12分に見事なカウンターからの先制ゴール、ロドリゴまでの、えー、ね、こう、つなぎ方が良かったですよね。ま、まあ、12分に早いタイミングで先制できたことはマドリー良かったですし、まあ、それ以降も、基本的にはしっかりとマドリーが4-4-2のブロックを作りながら、えー、まあ、自陣でほぼでハーフこトゲームをずっと終始されたと思いますし、まあ、特に後半は、えー、マンチェスターシティに圧倒的に攻め込まれて、マドリーもカウンターを打てないと、まあ、それぐらいにマンチェスターシティの圧巻の4局面で、 えー、素晴らしいマンチェスターシティのフットボールに量がされるかなと。で、実際に76分。まあ、その前の72分の、えク毒の投入から、まあ、かなり間取りとしては、 え、右サイドのところから割られてしまったというところで、まあそのね、デブライネの同点ゴールもどくのところからの仕掛けクロスから、まあ、クリアミスというにはね、ルディがかわいそうですので、まあクリアしそうなったところをデブライネに拾われて、まあニアウエをぶち抜かれての同点弾ということで、まあここで試合が動くかなと、まあここで間取りとしては耐えられるかなというところで、まあ、アンチェロテイ監督も思い切って、えー、非常にね、えー、1、2戦通じて良かったクロースを変えて、この試合もモドリッチを入れて、まあそれによってまたモドリッチが入って中盤がね、活性化。やっぱりまあモドリッチ のの場合は前向ききななな守守備備を作れますすかから、えー、少し押し押出すよううがででたということといいこ90分間、えー、なんとか耐え抜いての延長戦でしたした、まあ、延長戦も基本的にはマンチェスターシティに押し込まれましたが、延長戦に入ってからの方が、まあ、後半45分の圧倒的なマンチェスターシティペースと違って、時折、えー、マ間リーがブライムやルーカスバスケツをね、使いながらカウンターを打てるようになりましたので、まあ、本当に延長前半のアディショナルタイム、まあ、ブライムディアスからの斜めのパスをね、まあ、ポケットに挟んで、リュディガーがまさかの えー、フリーでシュートを打つ決定機みたいなところは、まあ、マドリーガーからすると一番の決定機がリュディガーにあの時間にあったということで、まあ、少しね、延長戦になってからは、まあ、全体として攻撃にも押し出せるようになりましたし、まあ、延長の後半は、カルバハルの怪我があって、さすがに足がつってしまってということでね、ミリトンを入れましたけれども、急遽入ったミリトンも高さをうまく出しながらしっかりとクロス対応しましたし、まあ、そして、その前にルカス・バスキスを入れて、まあ、そこで、毒対策で、まあ、守備時、非保時の時にはルカス・バスキスがディフェンスラインに吸収され れるような形でファイバック作りましたので、まあ、532のオーガナイズでうまくえしのぎ切った。マドリーが pk 戦。まあ、ただ pk 戦も1本目のモドリッチをね。ヘデルソンに見事に止められてしまいましたので、ちょっとこの流れどうかな？というところで、まあ、ここで出てきたのがルニと。まあクルトワが今シーズンは序盤から。 え、開幕前のトレーニングから全十字陣体をね、断裂してしまってルリンに、託される前にケパを取ってケパがずっとね、序盤戦は出てましたが、徐々にルリンが活躍をして完全にケパからレギュラーを奪って、まあ本当に後半戦はクルトワがね、また半月盤をやってしまったので復帰直前でしたけれども、え、ちょっと大丈夫かなと、今後のこういうビッグゲームでクルトワがね、いないところの 影響が出てくるんじゃないかなと心配されておりましたがやってくれましたルニン。見事なシュートストップ2本。ルニー素晴らしかった。まあ、特に、えー、2人目のベルナード・シューバーのパネンカ。まあ、あそこをね、早く動かずにしっかりとキャッチしたところが、えー、だいぶ PK 戦の流れをね、えーまあ、モドリッチが外した直後でしたから作りましたし、まあ、そこでコバチッチをね、3人目見事にシュートストップしてということで完全にマドリに流れを持っていって、そのままマドリが冷静に決めての まあ最後5人目。まあさすがにリリーが大丈夫かなとちょっと心配しましたが、見事にポストをかすめるような形でギリギリのコースを狙って、決めてということで、まあ本当に激闘を制してのマドリー勝利。アンジェロティ監督も試合直後のフラッシュインタビューで、 えー、このエティハドでマンチェスターシティを下すのであれば、このやり方しかないということで、まあ本当に守備を徹底できたと。まあ一時的に、えー、守備ラインをね、守備ブロックを下げすぎたところはあったけれども、よく守ってくれた大使のんだということで、まあこれが間取りだと、えー、いうようなニュアンスで、 え、ね、喜び勝利をかみしめておりましたけれども、もちろん PK 戦なので、えー、引き分けの結果ではありましたけれども、まあ PK 戦を含めて、えー、勝ち切った、まあ次のラウンドに行ったということで、まあ本当に、えー、ね、昨シーズンは、えー、このエティハドで4-0でボコられたマドリーでしたので、まあこれだけ守備で耐え忍ぶことができると、まあ守備で言うとやっぱり、 いいね、今シーズンはベンゼマが抜けましたが、ベリンガムが入って前線でし、まあ、しっかりと、えー、まあ、中盤のね、えー、ミドルブロックのところでファーストラインを形成できるところが大きいなと、結果的にはベリンガム、やっぱり、120分通して前線のところでかなりね、揺さぶられながら、えー、ボールに走らされましたけれども、まあ、それでも最後の最後、足もつることなく、守備でハードワークしきりましたので、まあ、そこのベリンガムの働き、まあ、こういうベリンガムだからこそ、今ね、序盤戦のように得点を取っていなくても、やっぱりいい、買いの効かない選手ですし、本当に中心になる。 ありましたあ、そして、えー、このね、えー、ファーストレグ、セカンドレグで言うと、ロドリゴが気策的な左のサイドハーフ起用ということで、まあ、その分、カウンターの規定はもちろんで、ね、求められてはいましたけども、それ以上にまずで守備で、えー、しっかりと左サイドを埋めて、まあ、ビニシウスをワントップ気味に攻め残りさせるというようなところのね、タスクはロドリゴにとってはかなりきつかったと思いますけども、そこもミッションコンプリート。そして、やっぱりこの2戦通じて、カマビンがクロスのダブルボランチの、 締め方、今日に関してもデブライネス。まあ前半はベルナードシーバーが内側を取ってきましたので、まあ彼らがシャドウ内側のハウスペース取ってくるので、まあどうしてもセンターバックとサイドバックの間に立たれるので、まあそこをすっと埋めるクロース、カマビンガの動き、特にクロースは本当に見事でしたね。クロースの、えー、守備のポジショニング、そしてね、認知からの、えー、予測なんかをね、まあクロース、定点カメラなんかがあってもこの試合は歴史的な学びになるなと、まあ本当にクロースには拍手を送りたいですし、 まあ、変わって入ったモドリッチも素晴らしかった。そして、守備の乱らず攻撃も出ていくことができた、えー、バルベルでももちろんですし、まあ、ディフェンスラインはみんな良かったんですけれども、まあ、立ち上がり、まあ、かなり早いタイミングでグリーリッシュとの、えー、ね、マッチアップに手こずっていたカラバハルイエローカードをもらってしまいましたので、そこからグリーリッシュ、そしてドクが入ってきても、二、えー、2枚目もらわずにしっかりと対応しきったところ、まあ、最終的には足がつって交代はしましたけれども、まあ、リューディガーもナチョもハーランドしっかりと封じましたし、 まあ、ルニンも含めて、まあ、アドリー出た選手、本当に素晴らしかったんじゃないかなというふうに思います。まあ、それでは、えー、両チームのスタメント簡単に、え選、ー、手的なポイントを振り返っておきましょう。はい、えー、まずは、ホーム、怪我人がほぼ戻った、えー、マンチェスターシティですけれども、こちらの433でした。ゴルキーパデルソン戻ってきました。カイル・ウォーカーも戻ってきて、見事にビニシウス、ロドリゴのところを封じましたね。まあ、ファーストレグはここには漢字が入ってやられてしまいましたので、まあ、ウォーカーが入って、えー、ね、しっかりと対応、スピード、パワーを出せたところは、マンチェスターシティの守備にとっては、カウンター対応に センターバックに、ストーンズを使わずにアカンジ、ルベンディアスでアカンジが、えー、ね、こう、偽のセンターバックとして中盤に入り込みました。左はグバルディオル継続起用できました。中盤そこにロドリー、前半に関して言うとベールナード・シューバとデブライネのインテリオル、フォーデン・ハーランド・グリリッシュの3トップで、まあ、後半からはフォーデンを内側に入れて、シャドウに入れて、ベールナード・シューバが右のウィングに入りました。一般のリアルモデリー。中アメニが出場停止で、こちらのメンバー、また変則のロドリゴのサイドハーブ起用の44-2というシステムの、えー、紹介でいきましょう。 ショーゴールキーパールニン、ディフェンスラインミーからカルバハル、リューディが今日はナチョで来ました、フェルラン、メンディ、カマビンがクロースのドブレピボーテに、バルベルデ右左にロドリゴ、ビニシウス、ベリンガムのツートップというのは並びでした。まあ、やはり試合のスタッツは68対32の保持率。まあ個人的にはもう少し、いいね、こう、数字としては7割超えでマンチェスターシティ行ったんじゃないかなと思いましたけれども、えー、データはこうなっております。えー、シュート本数3対8でマンチェスターシティにシュート打たれましたが、まあこのね、 えー、セカンドレグに関しても基本的にはマドリー,、えー、ボックス内からのシュートはほぼ打たせませんでしたし、まあ、ファーストレグで2発決められてしまった外側からのミドルシュートもほぼ封じることができましたので、まあ、しっかりと、えー、誘導した中で、えー、コントロールした中でシュートを打たれてシュートブロックも含めてでしたから、非常にマドリーの守備堅守が目立った試合かと思います。枠内は9対3。 はい、まあ、マンチェスターシティの、えー、ホジに対するマドリーの守備ということで言うと、まあ、スリーラインコンパクト4-4-2でしっかりとマドリーが、まあ、基本的にはミドルブロックも維持できなかったので、まあ、ディフェンシブサード、かなり自陣のゴール前のところを固めるという形が多かったと思いますし、まあ、どうしてもね、えー、球の出どころのところはなかなか抑えられないですし、マ、ま、ド、あ、ロドリーに加えてアカンジがここから中盤に入ってきてベルナウドが、 内側のハーフスペース取ってきますので、まあどうしてもクロースここを背中で消しながら、ただやっぱりこういうところにボールが入ってきた時には、まあベルナウドが抜けてついていくと、ここにアカンジが入ってくるということで、やっぱり3人目がどんどん湧いて出てくるマンチェスターシティでしたから、まあマドリーとしてもかなりいいスペースを消すのか人についていくのかというところで、まあ、局面局面での判断が難しくなるような対応が、局面が多かったんですけれども、ことごとくそういう判断を間違えなかったクロースカマビンが素晴らしかったなと思いますし、まあここに来てカマビンがのこういうところの抑え方なんかも、 素晴らしかったですね。まあ、結果的にドクのところで言うと、まあ、ここで割られてね、こぼれ球が、えー、自分の前にデブライナーに触られてしまったみたいなところは、えー、カマビンガからするとちょっと悔やまれるところでしたけれども、まあ、ほぼ、えー、カマビンガクロスのダブルボランチパーフェクトな出来だったと思いますし、まあ、どうしても一回押し下げられて、まあ、ここのハーフスペースに入ってくるので、まあ、そこから横パスが出るとまた前に出ていかなければいけないので、かなりこの後ろ前のね、えー、こう対応がスプリントが強いられる試合だったと思いますけれども、 まあ本当に見事にしのぎましたし、まあそこをね、しっかりと、中盤のところでディフェンスラインに吸収されすぎずに、まあプッシュアップした時にしっかりと、えね、前向きな守備で、 え、シュートブロックに入っていくっていうところはバルベルでもそうですし、まあ、そしてベリンガムも、えー、守備でね、やっぱりここに戻ってきてくれたので、まあ、そこが昨年のベンゼマラがいた時とは違う今のマドリーの守備の硬さ、やっぱり前線からのリトリートがあるというところが、えー、このスリーラインの健康さ、えー、強固さを生んでるのかなというふうには思います。まあ、ただ今日に関してはマドリー、いいね、ファーストレグでできたような、まあ、こういうクリアーボールであったりとか、まあ、ビニシウス、ロドリゴのね、こう、スペースに対する、 え、カウンターの起点づくりがウォーカーがいた分、そこができなかったというところが、まあ、特に後半は一方的にマンチェスターシーに4局面をマドリー陣内で回されてしまいましたし、カウンターほぼほぼ打てなかったというところは、 かなり苦しい展開をね、やはり強いらいてしまいましたし、まあそこがマンチェスターシティの強さ、改めて、ポジショナルプレーの完成度からすると世界最高のチームクラブだなというところを証明するような試合だったと思いますけれども、まあそこをね、1点止まり、同点に追いつかれただけで、耐え忍ぶことができたマドリーのやはり守備面での え、評価もしっかりしておきたいなというふうには思います。マあ本当に、この完成度の高いマンチェスターシティ相手に、マンチェスターシティホームで、エティハドで、まあこういうゲームをやってのけることができるチーム、クラブは、まあ本当に、世界の中でレアルマドリーだけなんじゃないかなと思いますし、まそこは、改めてマドリーがマドリーたるゆえを、え、示すことができた試合かと思います。 相当ボールは持たれましたし、シュートも33本打たれましたけれども、まあ内容面で負けてないよねって、まあ基本的には守備で耐え忍ぶ時間が、えー、長かったですし、ファーストレグ以上に苦しかったですけれども、マドリー、去年の4-0のスコア、えー、内容の圧倒的な差が、えー、つくような試合では全くなかったですし、むしろ、えー、マドリーが、えー、内容面では肉薄できたと、まあ守備の強度で、見事なコンパクさ、えー、連携、そしてゴール前のシュートブロックで、そして最終的にはルニーのシュートストップで、 えー、勝ち切ったゲームということが言えるかと思います。まあ、ちょうど、えー、昨日はラリーガ勢の、えー、バルセロナアトレティコデマドリーが敗れてしまっておりましたので、ラリーガ勢唯一の、えー、ね、生き残りとしてベスト4準決勝も難しい相手ですけれども、えー、しっかりと戦って、えー、決勝そして、えー、ね、15回目の CL 制覇を目指してほしいなと、まあ、全力応援したいなというふうに思います。 ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さらアプロ XMA! あラマドリーバオース